はい、皆さんおはようございます。今日はスーパーデュカールで出かけております。今日はですね、闇蔵さんの方に行きますかね。あと、まあ、ちょっと道の駅三輪でまたキムチを買うのと、あとね、硫黄野で ねソーセージがね、まあ、お前買ったんですよね。1キロ1000円っていうね、すげえ激安のね、訳ありソーセージなんですけど、またそれ売ってたら欲しいなと思ってね、クーラーバッグと保冷剤完備でですね、出かけております。まあ、それはまあ、ついでなんですけれども、スーパーデュクアールでですね、まあ、あの辺のワインディングを楽しみつつですね、まあ、暑いんで、あんまりこう、すごい遠くでもないところでですね、だらっと行って帰ってこようかなと、まあ、そんな感じで、行きたいと思います。さあ、道の駅三輪に着きました。じゃあ、キムチ買ってきます。道の駅三輪で、ちょっと買っちゃったね、いろいろ。ニラキムチだけを買うつもりだったんですよ。この間ね、ニラキムチと、まあ、もう一品どうしようかなと思ってね、買ってみようと思ってですね、普通のキムチを買ってみたんですね。で、普通のキムチに関してはすごくいいっていう感じもしなかったんで、ですけれども、ニラキムチとなんかちょっと違う感じだったな。なので普通のキムチはもういいやと思ってですね、で、ニラキムチだけ1個買っていこうと思ってたんだけど、なんかね、制作者の人が来てました。一生懸命これはあでこれはあでってですね、そう、種類いっぱいあるんだよね。なんか大根の皮キムチとかそういうのもあったね。これはすごい人気でとかですね言ってて、で、ネギのなんかネギヤンニョムなんとかっていうのがあって、で、それがね、私はネギ大好きだから、お、何それって思って、あ、間違った、道間違った。一回も道を間違えたことのない私がキムチの話に気を取られて道を間違えてしまった。県道234、こうね、行くことはあんまりないんですけれども、ちょっとこっちのルートを使ってみようかなと思ってね、走った、あんまり走らないルート、または走ったことないルートを走るのは私の好きなことの一つなので。そして時間はもうね、12時を過ぎてたんですよね。12時11分なんで、まあ、あそこでご飯を食べるっていうのも一つの手だったんだけど、まあ、もうちょっと行って、もうちょっと行きますかね。ああ、山の中、ここはどこだって感じの、この山の中感がいいわ。あ、ここから、あ、なるほど、461号、ここから入るんだ。ここ右なんだ。なんかまっすぐでも行けるの？13分遅いって言うけど、まっすぐ行っちゃおう。まっすぐの方がなんか面白そうだ。お、涼しい日陰で。さあ、じゃあちょっとワインディングをね、楽しんでいきたいと思いますね。この辺から 15% 右の上りだ。あ、県道27号、なんか覚えがある名前ですね。多分走ったことあると思うけど、なんかどこに出てるのかよくわかんない。あー、でも田舎道を走る、もうそれだけで気持ちがいい。そして気温がね、30度ぐらいなんですよね。なんとかかんとか30度になったらなんとか耐えられるね、まあ、耐えられるっていうか、そんなに我慢するほどでもない。なんなら爽やかだね、少し走ってると。さあ、そしてこの先また左右に分かれるところ、左に行くと1分遅い。遅いのか。あ、ここ覚えがあるな。右、うーん、どっちがいいかな。ちょっと待って、ちょっと地図を見よう。あー、なるほど、ここはちょっと早い方にしよう。さあ、ここですね。あ、なんか随分こう草が茂って感じが変わりましたね。前にも来ましたが、今年もうだからここ通るの3回目ぐらいかな。お、なんかここ、あ、ここちょっとなんかグラッとした、うん、わだちがすげえ、ね、
がね、道3回目、4回目くらいかもしれないね。あの福島に抜ける道でずっとね通行止めになってたんですけど、開通したって言って喜んで行ったところですね。涼しい、25度だ、すげえ、25度かよ。いやいいね、このクソ暑い時に25度でツーリングができるなんて最高じゃん。ちょっと微妙に怖いよこの急カーブ、エンストが心配になる。ちょっとクラッチに手を当てたね。すごい、こんなに茂ってるとは。そして路面がもうなんだろう、木の枝みたいなのとかで結構こうふらつくし、土は溜まってるし、林道を走ってるような感じになってきた。ちょっとね走りを楽しむどころじゃないね。そしてこれ対向車来たら危ないしね。さあここら辺があれですね、反対側がよく見えるポイント。うわ、草が茂って見えん、全然見えん向こうが。夏だな、まあ、ちょっとじゃあここら辺は景色はどうかな。まあまあだな、もうちょっと行くか。すごい雑草だね。あの時々あのこういう道路端の草刈りしてるですね、作業してるところに行き合うけど、ああいうのやらないとこうなるってことだよね。ありがたいことだな。だからああいう作業さ、まあ別にボランティアでやってるわけじゃないだろうけど、まあ、とはいえああいう仕事があってのね、スムーズな交通なんだよ。これだもの。景色が、景色見えっとこあんの俺。あ、ヤミゾ山の山頂が見えましたね。山頂のあのお城みたいな展望台も見えましたね。つってるかな。この辺がまあまあ景観のいいスポットですが、とにかくなんだろう、ちょうどいいところがなかなかない。泊まってこう景色を楽しむかのような、そういうところが。もう道端だけどここの辺しかねえな多分。この辺が最高でしょう多分。まあどうせ車なんか来ねえし、ということでここでちょっと、なんか目痒くなってきた。当然のように誰も来ませんでしたよ。1時15分16分、ちょっとお腹も減ってきましたが、まあ、ここからまだまだ時間がかかるわけですが、1時間ぐらいかかる。まあ硫黄野でお昼食べる必要はないんだよな。というか硫黄野にまで行ったら2時過ぎちゃうから店閉まっちゃう可能性すらあるね。まあだけどあそこなんだろう、惣菜っていうかなんか弁当みたいなの持ってたような気もするし。さあここです、福島県に入ります、棚倉町。ちょっとこっからね、あの下の方不整地なんだよね。まあでも来ちゃったらいいや、別に通れるよこれで。だってスーパーなデュークのあるだからね。4.5 度ですよ。いやー快適だね、快適快適。ただワインディングを楽しむっていう感じではないんだよね。あー来た、びっくりした。あ、ゴミ処理清掃車。とにかくね路面が汚れてて、なんか苔とかね、あと湿ってるし、なんか滑りそうで怖いです。そういう路面だね。ここは川の方まで降りてきましたね。腹減った。まだ舗装路に、あ、未舗装路に出ましたね。で、はい、出ました。あー、ドロドロじゃないといいんだけどな、バイクが汚れるから。やっぱり水たまりがあるね。
わあ、やっぱ濡れてるね。毎日なんだろう、雨降ってるからね。今日もこんだけ晴れてても雨雲レーダー見ると、なんか雨雲がちょっとこうちっちゃい雨雲がね通り過ぎるような感じのですね。でも全く読めないんですよね、本当に降るのかどうか、そしてその本当にそこを通るのかっていうのがね。よいしょ、うわ、ここ、おお、ちょっと思ったよりやれてた、フラットだなーなんて思ってたら、この辺は綺麗な、綺麗なというか雰囲気があるけど湿っぽい。なんかじとっとしてる。気温は25度、さすがにね、どこもといえども電波はないね、ここまで来ると。フォローに出ました。いやー、舗装っていいもんです。あれあれ、またあった。いや、なんか短いなと思って、意外と長いなと思ってたから、あのこの間来た時ね、ちょっと油断させておいて落とすっていうスタイルやめてほしいんで、来て期待させてね。おお、終わったんじゃね、終わったんじゃねっつって、こうやってね、そしてズコーっていうね。あれ、今度は終わったかな。お、今度は舗装路になったっぽい。ヒャッホー、やられた。やっと下界まで降りてきたぞ。あ、薄くなってきたな急に。あ、でもまあ30度は超えてないでしょ。わからん、わからんけど、いや30度超えてるかな。ここから左黒磯方面、はい、30.5 度ですね。超えてましたね微妙に暑い。5度も急に上がった。はい、この県道60号のワインディング区間を抜けまして、まあまあ楽しみましたね。そして洋野まであと少し、4キロ。日陰のところが続くと28度ぐらいになるんだけど、あ、今31度になったもう日差しがあるとそういう感じですが、まあでも35度とかね、36度、7度、そういう日が続いていたところから考えると全然全然いいですねさあ294に出まして、あ、混んでるね、用の。あ、でもそれほどでもないか、よかった。やってるかな。あそこの手前のお店はね、大体混んでるんですよねこんな感じです、こんな感じですよ。これがフェンダーレスというものです。ザルそば、天ざるそば食べまして、そしてですね、目的のものも買いましたね。ソーセージ1キロ1010円、すげえお得に買えたなと思って、いやもう満足ですね。キムチとね、ピーマンとネギとソーセージ買えたんで大満足です。まあ、ちょっとね、今道の駅三輪で買ったピーマンとネギ見たら、なんか虫がついてたなんかシャクトリムシみたいなのがあのピーマンにくっついてて、おいおいと思ってたんですけど、まあそれはちょっとね、気をつけて綿を取るときに中に入ってないか気をつけて食べたいと思います。はい、ということで今日はこれ、この後はね、もうまっすぐ帰ります暑いし、ここから山に入って、また山に入るのも、ね、疲れるんで、今日はこのぐらいで勘弁してやろうということで、まあ、なんでしょうね、ちょっとした道の駅買い出しツーリングの、まあ、延長ですけれども、闇戸山の近くを通る買い出しツーリングということで、でした。はい、ご視聴ありがとうございました。今31.5度。